決勝まさかの私たちが決勝行けると思っても何だろうもうもう程遠いと思ってたからね決勝行けるのは。行きたいと思ってたけど行きたいとは思ってたけどまさかね1勝目にあの負けてしまってあ本当にまた決勝の舞台をに舞台から離れてしまったって思ってたんですけどまさかの。 3連勝連続でね3回勝つことができたのでこの流れでもう最後まで突っ走っていきたいと思いますねっ30分ではね本当にね足りないっていうぐらいね <laughs> えー、みんな本当にありがとう そうなんですよ実はよかった本当に良かったねほんと内容が今日話す内容多すぎてさラウェイつまずいてこけないでね嫌だもうほにそうだからすんごい私は今日はテンション高めでお送りいたしますテンション高めで人大丈夫だよあでも、ねまだ もうほんとにね膝この番組で膝めっちゃめっちゃ <laughs> 何回も怪我をしてしまってまだ現在怪我なうなうなんですけど <laughs> いやすごいよ本当,本当に今度のランウェイはどうにかコンシーラーで消しとかなよね <laughs> 膝打ちすぎそうなんですよねひざ打っちゃうルカも膝やってそうルカも膝やっとるっちゃう <laughs> まゆちゃんね歌あ歌ねそう歌は小田さんにじきじきにあのボイストレーニングをしていただいてそれでなんとかギリギリ 見せれるまで <laughs> 皆さんに見せれるまで何とか何とかいけたかなっていう感じですね <laughs> 最初はね本当に歌もダンスも中途半端っていう感じだったからねうんもう小田さん本当よくなった本当に本当にパック配信またまゆ <laughs> パフォーマンスの完成度がすごくなったそう完成度ねそう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 ,そうあの直樹さんのツイッターでもちょっと書いてあったんですけど本当に練習でね何百回って踊ったのあの半分のショョーートバジンをショートバージョンを。 何百回って踊って練習して動画を見て見直して「ここがちょっと違うね誰かがここずれたね」とか本当に手の位置手の向き手の角度もう目線と表情とも全部を合わせてもうこれでもし負けても後悔はしないねっていうぐらいまで練習したんですよだからとりあえずあのこれでもし負けてって決勝に行けなかったとかやったとしても本当に。 後悔はなかったと思うイントロ見ただけで分かったの相当詰めてきたのええー、本当にそうもうみんなそれぐらいみんな練習したからなおさらもう本当にやる気っていうかもううんそうそうそう最初は勝ちたい気持ちが強かったんだよねけど次はもう準備はやれることは全部やったから なんだろうちょっと余裕ね余裕ができてちょっとねよかったね審査員の言葉が嬉しかったあ本当ですか審査員の言葉そう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 いろいろでもあったよね今回は私たち何だろうもう本当に一番最初はサササッと終わってしまったんですけど最初も最後もグッドティアーズの対戦だったから結構私たちのいろいろ ななんだろうあったからねやッホーちゃん新しい形のアイドルそうね最初ダイジェストだと思わなくてびっくりしたけど勝って本当にねー本当ん嬉しかったそう本当に嬉しかったね先にシュークリームロケツ先にシュークリームロケツと対戦して その時は結構ねもうカットされてたから今なんだろうこんな感じだったよって話せる部分を話していきたいなと思うんですけど一番最初にシュークリームロケッと対戦したのね。でその時に結構もうかサーサーっと終わってしまったからだけど私たち結構シュークリームロケツに勝てたことが一番なんだろう自分たちの自信にもつながったっていうぐらい。 結構ね、嬉しくて。なんでかと言ったら、私たちは。シュークリームロケッツが一番人気って今言われてるんでしょう。みつさん、初めまして。いきもちいりです。よろしくお願いします。びコリり。そう、だから。シュークリームロケッツ、そういうね。あの、一番人気っていう、一番。可愛いグループ。 にに勝ててたたこととはグッドティアとしてもすごい自信になった回でした <laughs> あとなんかシュークリームロケッツの件とかねなんかもし聞きたいこととかあったらとこの「ライブ」っていうシ,ショールームを生かしてみんなに答えていきたいんですけどやっとシュークリームが食べれる <laughs>。 あれもシュークリーム好きだよ今日も可愛いですね安くんありがとう <laughs> 外環状線めっちゃ久しぶり超好きその曲放送順は放送順はちょっとだけこうこうあ,ありましたくしゃみのと昨日ラーメン食べましたこんばんはココアさんこんばんは昨日ラーメン食べたよみんなとね みんなが福岡に来てくれたからね食べたよ裏話裏話ねなんか何があるんだろうな裏話ね前髪切った切ってないですね切ってないけどちょっと巻いたから切ったように見えるかもそうシンシン行ったシンシンっていうねラーメン屋さんがあるの 秘密にするから何奥さんアクシュアクシ会いくねありがとうちゃんちゃんまっとうねあっピーさんこんばんはあっカッパちゃんひピノヒロくんもこんばんはボイトレボイトレしてくれましたボイトレあの時は一番最初 なんだろうなそうなそボイトレあの時結構ね小田さんは会うたんびにボイトレをしてくださるようになってとあれで2回目とかやったのかなこの昨日の放送でこの前の放送でショールームの愛梨ちゃんとテレビの愛梨ちゃんのギャップを久しぶりに感じた <laughs> しかも赤髪だからねテレビの時は。 昨日のありちゃんめちゃくちゃ綺麗でびっくりしました昨日ね昨日キャナルに来てくださった皆さん本当にありがとうございました超嬉しかった福岡地元でやれてボイトレをする意味がね,ねボイトレは本当に助かりました私たちもなんかこれじゃダメだってずっと思っててでもどうしたらいいか分からんくって そしたらそういう時にあのなんだろうそういう時に小田さんが「もう俺が出る」みたいな感じだったから「うちは作ったのえ昨日の人うちはありがとう作ってくれて間違いなく歌が上手くなっててありがとうございます小田さんからのボーイドレット羨ますぎるそう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 はいそれを。 う嬉しすぎて早くみんなに伝えたくて小田さんからボイトレしてもらったんだよっていうのをさ話したかったんよけどそれもねあのテレビであそこで初出ししたかったから黙っとけって怒られたえ <laughs> けんやっと言える「こんばん茶」あっ「ASH さんこんぱん茶」「ずるいずるい」<laughs> 歌唱力歌唱力がプラスされて怖いものないしそうだねもうあとは懐かしい歌のブレがなくなってたよどんな旦那？うん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 ,んあライオンくん来てくれとありがとう宿題頑張ってね 昨日は朝がねえ優生くんねまさかのキャナルの近くで遭遇したんですよファンの方とでも声かけてくれて本当に嬉しかったランウェイおめでとありがとうね姉ちゃんぜひ、はい、皆さんでもねみんなと一緒に勝ち取ったランウェイなのにねちょっとみんながいないところで出ちゃうっていうなんか悲しい寂しいもどかしさはあるんですけど みんなの分まで頑張ってきます <laughs>。でも多分ラインライブでね。あり得ると思うんだよね。生中継ライブみたいなあると思うから、もし見れない人はライブ中継でもいいので <laughs> 見守っててもらえると嬉しいです <laughs>。ア愛理が古謙遼に見とって初見です。福岡のイベント楽しかったです。おーちゃんさん初めまして、ね。池本愛理です。よろしくお願いします。で。 やっぱ俺が愛ちゃんの言ったどり方じゃん池松さんのリスが溢れてたあっ予想できとったとみんなけどたまーにおったよ愛ちゃんのショールームで騙されとったみたいな負けと思っとったみたいなひざは打ったらダメよ膝打たんよもうこれ以上打たんぺこりが聞けたねなん,なんか久しぶりな気がするね もうのイベントの時に毎日ずっとしよったけんねひょっこりはんひょっこり歩くんやろ <laughs> ひょっこりひょっこりラーメンの上でねひょっこりしよくなラーメン頑張ってくださいありがとうマリちゃんの名前が選抜。うんにややけ けそうね23日開くだけでねそうなんよしかも今このなんだろうランウェイのこととかもあったりしてすんごいなんかいろいろとバタバタしてたからさ昨日昨日配信しようと思ったんだけど思ったより遅くなっちゃってだから今日今日やりました頑張って大好きありがとうご意見番あー昨日来てくれた人 森子さん <laughs> ご意見番ねそうあのあれでしょ涙かのやつあ対決前に手首につけてたのは何あそれはそうだよね結構あれもささっと流れてしまったからえ今の何って思った人多分ねいるんだろうなーって思ってたんですけどそう香水じゃなくてあれは。 あの小田さんにねいただいたアロマなんですなあれが何かというとあ小田さんがなんかこうライブの前とか,なんか大事なお仕事の前とかにあのつけてる何ていう名前だったかなちょっと忘れちゃったんだけどそういうね落ち着く匂い匂いで落ち着くっていうねアロマがあってそれを小田さんが。 自分分の多分使いかけだと思うんだけどそれをねメンバーにね渡してくれたのこれでとりあえずあの本番前にこれで落ち着けみたいなそうローズマリーじゃないんだよねとんこつえとんこつじゃない <laughs> そう優しいですよね素敵な人そうだからあれでね私たちは乗り切れました しかも小田さんが結構ねずっとつけてるから小田さんの匂いになってるんですよ私たちからしたら <laughs> 小田さんの匂いベルガモットーでもない香水香水じゃないんだよねあ今日も来ちゃいます千葉さんありがとう来てくれて赤髪かつらそう香水じゃない譲ずれもんでもない ティットリーじゃないあっジョイジョイだジョイだえっんで知ってんの村君なんであっ入り言ったそうそんな感じ今来たよありがとうひなポンポンさんパフィパフィウムそうパフィウムさんも使ってるあのアロマなんだって全く同じメーカーのやつうん 小田さんお酒好きなの自由席なら売ってるあ自由席なら売ってるあもし関西出身の人とかの人はもうみんな明日って来るねちょい表題とってください表題頑張ってくださいありがとうとりあえずこの勢いで頑張ります緊張だねとりあえず緊張しますキロ ブラックコーヒーヒ違うブラックコーヒーあんまり飲まんちゃんねん今緑茶飲んでるよちょっと頭放棄してちょっと待ってな、ね、いよいしょ夜中にめっちゃ叫んだなんでよいしょよいしょよいしょ ラストアイドルのイベントから帰宅中あそっか今日ね倒れこし渋谷ねあこんばんはすぎちゃんです <laughs> こんばんはメッセージ読んでますみんな読んでますメッセージ本当ありがとうみんなおめでとうっていうメッセージいっぱいいろいろおめでとうみみちゃんありがとう 直樹さんはどんな人直樹さんはね直樹さんはねめっちゃ優しいめっちゃ優しいです超優しい初見ですつくねんさんはじめまして池松あゆですよろしくお願いしますびっくり和室ああそうおばあちゃんち <laughs> おばあちゃんちですか お疲れ今来たありがとうしんちゃん来てくれてありがとう気になるえ何が 昨日 MC そう昨日 MC でさもうめっちゃ緊張した <laughs> めっちゃ緊張したうん楽しかったよミミちゃんこんばんは生茶さんこんばんは世間ですあいひめさんいつもありがとうゆっくり今日メイク薄めそう薄めなのえ8月28日生まれやすくん一緒相手と一緒 アアイディアシー MC だった <laughs> やばいやばい空の魚さん緊張してたのかそうは見えなかったジー君めっちゃめっちゃ前だったよ見てたのめっちゃ緊張してなさそうには見えたよほんとにあいりちゃんが MC だとって最初焦ったやばいホイトロンさん恥ずかしいじゃん そうそうそういや本当にバタバタでねあの前もすご前もうなんか緊張緊張した一気に <laughs> 博多弁を振られてやや焦る愛梨 <laughs> <laughs> でもなんとなくね楽しかったシューラー系グッティアとシューロケの対決は複雑だったけどグッティアが買って普通に嬉しかったえっ当ですか ありがとうございますなちゃん収録ケって思ったよりちゃんとできてたよ本当に空の魚さんでも空の魚さん本当久しぶり昨日会えてめっちゃ嬉しかったですレブの時に応援してくださった方はほとんど福岡の方とかが多いんですけど1年ぶりとかに昨日はねあったのだからめっちゃ嬉しかったよ 美琴ちゃんも昨日「ありがとう」来てくれてそう1年ぶりだった MC とガヤはどっちが好き断然ガヤですね私結構ガヤ担当今までは <laughs> <laughs> ガヤガヤ専門でやってきてたので福岡のファンねえ会えてよかっためっちゃ地元っていいよね本当に。 いましたみかんジュースさん来てくれてありがとうガヤうまそうさすがご意見番って <laughs> だろうな <laughs> 聞くまでもなかったとかやめて愛梨 <laughs> ちゃんとほのぴんの身長差そうね1 0センチぐらい差がある5 3センチって言っとった気がするそこは MC って言っとこうよってえー、無理だよ MC? よ愛梨よ金太郎さん おガリュービトさんありがとう来てくれてありがとうお母さんの時とったんミコトちゃん「レブファンの仲間で愛理ちゃんが MC できるようになるとは成長したのって話してたよって <laughs> ああもう本当に MC 堂々としてたよって視界うまかったよね本当に ショールールム見るまではこんなにおしゃべりのことは思わなかったそうめっちゃおしゃべりですね私はえー、めっちゃ嬉しい愛ちゃんの MC 素晴らしかったよって面白そう <laughs> MC? でも楽しかったです昨日はそうだねメンバーのなんかメンバーの地元でやりたいですね 叶うのであればイベントやりたいよね本当に生っとったん昨日いけた人を羨ましい信じられないっててるくんグッディア一のおしゃべりおしゃべり のおしゃべりでは誰だろうねグッティア1はまゆかなマ悠と愛梨が12を競う感じ愛梨ちゃんが一番最初の握手だったから本当に緊張したあえショコショコさん子供と一緒に来ましたもしかしてんお母さんの人お母さんの方かなお母さんの方で 表題取れば仕事増えるね。その分みんなもね。いっぱい。いろんな人が新しい人がね。知ってくれる機会も増えるかもしらんけんね。表題ね。テントの外まで大声が響いとったよ。マジでうるさい。自分。涙の仮面で工夫したことって何ですか？涙の仮面で工夫したことですか？ 涙の仮面で工夫したところはああ相手結構ダンス担当でやってるんですけどあそうマントねマントも大事な部分でもあるけどダンスがね涙の仮面のダンス振りがねめっちゃシルエットが難しいダンスばっかり振りがダンスばっかりなの。だからシルエット シルエット転ばないようにそうね <laughs> 転ばないようにとマントを持てるようにとあとはシルエットアイリちゃんの声だけ響いとったとアイリの声だけめっちゃあいアイリうういやつやんカバンの中意外と綺麗そうカバンの中あリねめっちゃねあの持ち物とか最小限で持っていくタイプ 使い捨てとか何でも使い捨て帰りはもうカラみたいな感じだよはじめましてピーナちゃんはじめまして気持ちありですよろしくお願いしますびっリりこれからもずっと応援していますありがとうひろちゃんやっと来れたおめでとうジャンクさんありがとう決勝ではダンスとかカ・トかカ・キ・かき え、十日、ダンスとか、消えるの。消える。消える。消えるって。ペコリ可愛い <laughs>。最後、え、げんさんなんて読む。あいりちゃんさっき放送見終わって、感動しました。は、ありがとうございます。そう。でもね。 大阪とね東京大阪とん大阪関西だけが30分遅れなのよねやけんツイートするタイミングもちょっとね悩むんだよねネタバレしちゃうじゃんあいキャッチフレーズないっちゃんね今までアイドル,アイドルの今までアイドル人生の中でキャッチフレーズがないの。 ネタバレしちゃう時差があるのそう時差があるの福岡あ違う違う大阪はヒールで踊るのは辛いよねそうヒールはね小田さんの炎上予告が気になる <laughs> でもまあ実際昨日の放送のあの愛理結構サムサムのやつは愛理覚悟してたんですけど叩かれるんじゃないかなって。 ある程度ねうんでも思ったより「おめでとう」の言葉の方が多かったからよかった安心した結構ねサムサムはねサムサムとの対戦はね叩かれるかと思ったそうなんでってねアイリたちのグッド・ティアーズのことをねみんなね応援してくれてる人はあの思うかもしれんけどあのねなんかいろいろ サムサム4連敗っていうのがみんなどういうふうに思うんだろうなと思ってそう初見さん直樹さんはじめまして池松愛理ですよろしくお願いしますデコリそうだからねそう結構ね覚悟はしとったんだけど意外とね 大丈夫だった22あそうね22やったっけんねいつもねグッドティアつ13でね来とったんやけどね寒サム,サムねー髪の毛サラサラしてみてサラサラあそう髪の毛染めたんよ赤色でも見えないショールームじゃあんまり <laughs> あれマジマジも絶賛ね嬉しかったあれ超嬉しかったこんばんはつかぽんさん中森さんを知って初見さんいらっしゃいことねちゃんはじめまして池松アイですよろしくお願いしますピコリ あ本当髪色見えた結局どのユニットが勝ってもおかしくない感じそうねだからとりあえずねいけまちゃん好きありがとうことねちゃん配信でもベタもベタ褒めしてたんうん ツーぽンさん、やっほー。ほのちゃん好きです。あいでも、ほのちゃん好き。こちゃんこちゃんって呼んでいいのことねちゃんのこと、こちゃん <laughs> あの審査は今までで一番難しかった。ねー本当に、それはもう、明るめの茶色かと思ったやろう。見えんもんね、ちゃんと。ちょっと目が痛い。 花粉症そう花粉症ですあとね私犬アレルギーなんだけど今日さうちの下の子のこてつくんが体調を崩しちゃって病院にね朝連れて行ったのねだからもうそのせいでくしゃみがもうほんとに今日一日だけでね 30, 30くしゃみぐらいあってとりあえず私は今。 目がシュッパシュで大変なことに目が腫れて大変なことになっておりますそうコテっていう犬ですね三十あちゅー三十くしゃみそうあちゅー今更の質問やけど赤髪はそうですショートウィッグです 大丈夫かな大丈夫めっちゃ元気ご飯だけだから食べないのただの好き嫌いやってるだけだから私たちがきっとあの変に心配しすぎてるだけですねクソまたくそって言っちゃったこてつと友達になりたいですこてつとお友達こんばんはペコリぴょんちゃんペコリかなはね元気だよ あカエルさんカエルさん昨日も来てくれてありがとうございました <laughs> カエルさんもね久しぶりに会ったっけんね1年ぶりネクタイかっこよかったよこんにちはこてつ推しですこて <laughs> の飼い主もぜひ,ぜひ応援してください池松愛梨というんでこんばんはののちゃんそのペコリってないよね <laughs> あのー、なんか最近ハマってる愛梨が最近ハマっとうこと 最近ハマっていることは挨拶でペコリっていうことです。自己紹介でこれ使おう。ハムスター。はイリちゃんがいる。アイドル。好きだよ。本当に。そう。まあ、でもね。色い々ろいろ意見はありますが。グッドティアーズはね。自分たちの。色を貫いて。 <coughs> 頑張りたいと思いますねあしょぼんもねよろけてたよね大丈夫かなと思った大丈夫だよそうなんよあれ多分熱がね9度近くある時のね <laughs> 収録なの多分1くしゃめくしゃめすな <laughs> 配信何時まで何時までにしようかねでも今日いっぱい話すことがあるけんもう 30分以上過ぎてるいっ <laughs> 秋元さんプロデュースにそうだね私もまだ分かんないんだけどね <laughs> 恒例のア <laughs> <laughs> ーチューを最初からおるでえどういうこと森子さんどういうこと <laughs> くしゃみで50カウントいけないよいけないよ いやでもほんと今日めちゃくちゃ見てたあちゃう小田さんに会ってほしいねあっね小田さんとはね本当にね離れたくないですね予選は1位わかんないのまだとりあえず決勝進出っていうのが確定がラブコッチと私たちグッド・ティアーズが確定したんだけどでもシュークリームロケッとラストアイドルが 同率で3位だったからでも決勝進出はね 3, 3組だのねだからとりあえず人気投票が大事になってきますねここで人気投票なのかな「ラブコッチに」ね3あ中 <laughs> なんかかっこいいカウントの仕方してるつよぽンさん「小田さんの放送のために好きになる」ね初めてコメントするよ ビコリ観光の娘に手を振って応援してるねぜひお願いしますうちわでもいいので見つけたらちゃんと指さしてバイバイするからみんな目立つようにうちわでもいいので応援お願いします楽しみよな初見です木村らさんはじめまして気持ち愛りですよろしくお願いしますびっリりシャールーム最初から来てくれたのマリコさん 本当に森子くんか土下座いっぱいツイッターでねやったから皆さんお願いしますっえっ森子さん初見ですねどっちグッティアー一生懸命の呼びかけしてたから危ないかと思ってたでもねスタッフさんが言うにはあの呼びかけ のツイートごとにどん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 数値が上がってたよって言ってくれてたのだからあれをやったことでなんか結果につながってたらね <laughs> いいんだけどね人気投票頑張ったよほい太郎さんありがとうね本当に本当にみんなありがとういろんな人にね声かけてくれたっていうのもね聞いたしちゃんと うん。ケンさんいらっしゃいペルちゃん初めましてキムチアイリですよろしくお願いしますピコリあグッドティアーズのみんなのタオル振るからねありがとうみんなよろしくねダギザは良かった良かったのグッディアーケ決まった瞬間叫んでしまった本当に <laughs> あり一個面白いコメントがあってさなんかね 私たちのあグッド・ティアーズのことを応援してくださってるファンの人のツイッターのコメントだったんだけどあの <laughs> 私たちの決勝進出が決まった瞬間思わず叫んでしまって隣の部屋の人からポンってされたって <laughs> ポンってされたってね帰ってあったのほんとそれ笑っちゃったちょっと今見てるかなその人ちょっとあれはほんとにね結構ね10分ぐらいずっとそれでね 思い出し笑いし笑てたちょっと想像しちゃったらめっちゃ面白くてさその気持ちわかるほんとに <laughs> 壁ド<ど>もは <laughs> きありがとう話しましたよあいちゃんあありがとうえそれ見たえなんでなんで知ってんのみんな <laughs> 隣寒さまのファンかな <laughs> そのツイート見たえすごいみんな見てんの結構こんばんは愛菜、ま、ちゃんこんばんはガッツポーズした博士さん くんこんばんは。し見です。ヤマトシンフォニーさん、はじめまして。気持ちありです。よろしくお願いします。びっこり。え、みんな、あ、親に怒られた <laughs> キャナル来てたね。そう、キャナル来てた、昨日。泣いたショコショコさん。グッティア以外ならどこのグループが好き一番仲いいのはね、グッドティアーズは、ラブコッチかな。 ラブゴッチとめっちゃ仲いい他のグループも仲いいけどさ昨日シークリームロケツといろいろいっぱいしゃべって楽しかった <laughs> 朝まで失神してたの <laughs> 二連勝はね二連勝はちょっとねうれしかった私たちも でもやっぱり初勝利が一番抜けるねー初勝利はね結構あの一勝がなかったら私たち普通に連敗するかもしれないと思ってたから年齢近いあうそ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 う年齢近いのラブコッチはね髪の毛サラ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  ももなん気使ってさ、絶対ない絶対ないそれは。<laughs> ツイッターフォローしていいフォローしてくださいみんなツイッターとインスタと、ツイッター2つのアカウント、インスタ、TikTok、ショールーム。あともう一個なんだっけ ?5 個あったんだけどな。まあ、いいや。ぜひ皆さんフォローしてください。また福岡来てくるよ。ねー でもねグッドティアーズのメンバーはねあと4人いるからねその4人を引き連れてね今度行きたいです適当 <laughs> 今から拝見し,しますねみんなインスタもねやってね小田さんってどんな感じ小田さんはめっちゃ優しくて愛のありま愛がありますおグリック携帯のおったどうやってフォローするのえどれツイッターインスタ キャナルで5人だよ、ね、マジで人ね踊りたい本当にこんばんはあっ相棒さんが来てくれてるこんばんはスリルの PV ねどんな感じになるんだろうねでもかっこいい系だとは思うピールうん <laughs> 和田さんと相思相愛相思相愛って何っけどんな意味だっけいっいち一期一会 みたいな和田さん弾いて本当によかったね,ねー本当にそれは思いますでも小田さんがあでも本当に悲しいけどねなんかもうこれはもうもはや嫉妬になっちゃうのかもしれないけどもし小田さんがのことを違うグループの誰かが弾いてたりしたらちょっと悲しいよね想像しただけで。<laughs> <laughs> あ、両思いってことな京 <laughs> セラドームいきますなにくん待っとるね5人の孫娘って感じそう小田さんもそれ言ってたもう本当に孫みたい孫と子供みたいって言ってた初見シンフォニーで花水シンフォニーさんの名前面白い <laughs> 池松ありですよろしくお願いしますでこり そうねミーティングね結構ねしてくれるのグッドティアーズがアチューとかちょっと想像つけないね本当に本当とよかったよ <laughs> 一番可愛いのはお茶目な和田さんかもいや本当にそれはめっちゃ Twitter とかのコメントでありますね「おし援します」「和田さんにおし援します」みたいな <laughs> <laughs> まさかの小田さんライバルになっちゃった<笑><笑>スリルフルで聞きたいありねこの前聞いたんだよねめっちゃよかったよとりあえず自分たちの歌詞にぴったり自分たちのこともう小田さんが私たちに向けて書いてくれた歌詞だから本当に一生の宝物になりましたねこの「スリル」っていう曲は小田さんの笑顔がかわいいねわかる超わかる 彼女の表情がね、みんな表情がねみんな気をつけてやってるあっ CD ちゃんと予約してありがとうりなちゃん錬金終わればうんやっと幕張あっきみくん来てくれるのありがとうフふフフのダンス、あ、フうフフのダンスもね、本当に本当にね。 ちょっとね見てほしい早く見てほしい本当にフルでどっかでやりたいこんばんはことちゃんこんばんはえ日曜日みんな来てくれるとおにいれさんもありがとね来てねみんなどのタイプに入ってるかわからんけん全部タイプをよくしてありがとう森子さん あ、レムの色紙まだあったんツイッターフォローしたよありがとう琴姉ちゃん方言かわいいそう福岡出身です <laughs> 椅子の上にあぐら受けたあー小田さん今週の日曜だよみんな24と25かん24 25 25かん24かん 名古屋行きたいめっちゃあと10分でね21時半から <laughs> ショールームを寝るかがいるらしいので今ツイッターフォローしてありがとうみんな日曜来てくれるみんな <laughs> 必ず名古屋ね行きたい。あド根性ジョガエル来てくれる？君くん。会いたかったな。多分当日券とかも売っとるけん。まだ分からんけど。ぜひよろしくお願いします。森子の弟子今来ました。アサヒさん来てくれてありがとう。ビーズあそうそうそうビーズさん。 どんな格好で行こうかねあ、とんさんこんばんは。あ、キいちゃんも来てくれた、こんばんは。<laughs> 同日券あると思うよ。この前もあったしね。てか、あると思う本当に。どこ出身えっとね、福岡出身だよ。愛かりんさん。名古屋なので、名古屋ね、し、渋谷じゃない。静岡もね、名古屋もね、行きたい。 最後のこっからああ言えるじゃんえ待ってあもう10分じゃ間に合わないあ今日何の話しようと思ったらさそう振りをね変わったところをね言いたかったんよあのまず一番最後の「こっから始まるんだ」っていうところがあるんだけどそれね <laughs> 説明難しいな5人五人おって一番最後の「こっから」ね「こっから」っていうふうにね ちょっともう一回録画してる人見てほしい「こうから」ってなった時 <laughs> 指さす方向がね5人一番最初に四方八方「こうから」ってカメラにね集まってるっけちょっとねぜひそこも皆さんよろしくお願いしますぜひもう一回見てみてあとね何かあったんだよねわ <laughs> かりやすいわ <laughs> かりやすい <laughs> そうそこもあのご意見番 そう直樹さんに「これはいかがですか?」って言って採用してもらったところでもあるから結構ね今回もねうん「<laughs> どっから?」って「どっから?」とか聞かれても一番最後の「ここから」だよ <laughs> 説明の仕方悪い <laughs> もう一回見るえー、もう他にもあったんだけどなちょっとねまあ今度の配信はそれにしようかね今度の配信は ふりが変わったところの説明をしたいと思います <laughs> どっからって聞かれても分からんのサビでフォーメーション斜めになってたなってたすごいね最後も変わってたねそう最後も変わってた結構ねふりをね詰めた詰め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 って直樹さんがしてくれたあっ莉奈ちゃんやあっ奈ちゃん来てくれてありがとう やりたいかわいいな多分あ最初の王林さんと朝日さんもそう変わってんのどっからって聞かんでも <laughs> どっから始まるんだ手をワイにした手をワイにしてた手をワイにしてた朝日ですあ朝日うちのメンバーにも朝日っています アイジャーのセンターポジションああ多いなんかね最後とサビ入りとかかな <laughs> どっからこっからそっからアイリーがそれラブコッチに言ったやつやどっちどっちんどっちどっちあっちラブコッチみたいな感じでちょっとねそっからショールームからショールーム そっから始まるんだ森子の弟子ですじゃあもう言わんで、ね、最後によろけたのはちょっとねいっぱいやっちゃった <laughs> 一生懸命に、ね、<laughs> あっりなちゃんまた来てね <laughs> お絵かき配信ももっとせなよね ねえあれ本当に最後さフラってなっちゃった熱あったのゾウ熱あったのお熱にち水気になった香水はあれねアロマアロマなの小田さんにねもらったの水筒用は文字使わないと思ったよあそう昨日のねイベントね 水筒よっていうねやつはねみんなでやったじち,ちゃん好きちゃんだね転ばなくてよかったそうだね転ばなくてよかった <laughs> お,お兄さんえお仕事頑張ってねケンジーさんえ何ゆうせ君くんケンジーさん出したと水筒よって福岡県民使わなくないえ使わん使わん <laughs> でも愛しとうよってほのちゃんやったよ 直樹さんの香水じゃないよあれはねお父さんにもらおうとアロマですねアイリーはい、アラルさんどうした化粧おめでとうございますありがとうれなちゃんいけなんていうのいけにえすきちゃんとすきとばってんそうすきとばってんよねすきとばってんっていうね 愛しとうよ好きちゃんねーも言うねだから小田さんと共にって言ってたのかそうだよ事故ったのことちゃんどうしたのアイリーさんはい吸いとうよありがとうエリーちゃん <laughs> カメラ割り抜かれるの全部分かるの分かんない まあ最初に分かるときもあるけど変わるときもあるやばい30分からルカがするねあと4分なので皆さん次にできるのは明日かな明日の夜何時になるかわかんないけどとりあえずできるかもしれないので明日またショールームでいっぱい話そうね方言かわいい早っ早いよね 今来たの青菜炒めさん来てくれてありがとう池松じゃんけんしとくいいよ池松じゃんけんしとくかよっしゃじゃあ皆さん最後に池松じゃんけんの時間です <laughs> 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 はい皆さん池松じゃんけんの時間ですね思い出す思い出す思い出す 行きます行きますよ皆さんはい行きますみんなグーの準備大丈夫ですかみんなグー,グーの準備大丈夫ですかいきますせーのいきますじゃんけんじゃんけんポン。チョキを出したグーを出した皆さんは明日はウルトラウルトラミラクルパンチです <laughs> 皆さん、明日は皆さんやられててください。この後、本家がありますので。9時半からね。この後、本家ぜひ見てください。アイズワルカの配信があるので。一番。<laughs> あかしんさん、なんやそれ。<laughs> そうね、ルカの真似ね。はい。<laughs> 明日は皆さんやられててください <laughs> 初めて来たはいななかさはじめまして気持ち悪いですよろしくお願いしますびっくりということで <laughs> そろそろお時間ですね明日ねやるからねやれるかな明日2010時やれてでも明日関西コレクションの前日やけどねやりたいっちゃう何やね？君くんなんてった あー見えんかった主婦 <laughs> さん多いみんな主婦さんありがとうございますちょっと見えんかったはいじゃあそろそろね明日もやりたいと思っているのでもし間に合わんかったらまたツイッターで書くね練習配信やりたいねランウェイの <laughs> ほんとにコラボ配信前乗り前乗りっていうか大阪ではないんだけどねとりあえずリハーサルいきます最後は決め台詞でやりたいと思いますそうですね最後は決め台詞ではい皆さん今日も来てくれてありがとうございましたあさってはなんと冗談名前呼んであそうだね冗談名前読みますはい 1>, 1位、村くん。2位、オイルプさん。3位、八六健児さん。4位、アラードさん。<laughs> いい、いい夢見るって早いな、村くん。えっと、4、5位、月平さん。6位、ゲンさん。7位、ツイトクさん。8位、リナちゃん。9位、9位、お ?9 位、トンメちゃん。10位、モリコさん。11位、 ポーくん12位しんちゃん13位博士さんでございますじゃあい,ますいきますよ皆さんいつもの恒例のやついきたいと思いますせーのお風呂に行ってくる人は行ってらっしゃい今からご飯食べる人は太っちゃうぞ今から寝る人はいい夢見ろよ